はい、ちかです。今回はトラブルパンクというゲームをご紹介します。こちらのゲームは最大8人のプレイヤーで対戦するバトルロワイヤルゲームとなっておりまして、グラフィックがね、とても綺麗で、スプラトゥーンとかね、忍者らのような世界観でプレイできるゲームとなっております。で、バトルロワイヤルは5分間のバトルを行いまして、生存率やランダムで投下されるポータルと言われるアイテムから獲得したポイント数などによって勝敗が決まるシステムとなっているようで、他のプレイヤーと対戦して獲得した武器やアイテムでキャラクターを成長させて高みを目指していくという感じのゲームになっております。で、こちらのゲームはバトルロワイヤルモードの他にも1時間に1度開催されるリーグモードというものがありまして、参加費用を支払うことで報酬を獲得することができるようになりまして、報酬は順位によって異なったり、他にも上位用のプロリーグというものも開催されるようです。またね、建築モードというものもありまして、自分の好きなようにマップを生成して自分が作ったマップを他のプレイヤーが利用してくれると報酬を獲得できるというシステムもあるようです。でね、非常に面白そうなこちらのトラブルパンクは現在ね、パソコン版でアーリーアクセスが可能となっておりまして、アーリーアクセス期間は2023年6月の16日から7月の14日までとなっております。でまたね、プレイできる時間も決まっておりまして、日本だと日本時間の19時から22時の1日3時間限定となっておりますのでご注意ください。でこのトラブルパンクは現在はね、パソコン版のみの対応とはなっていますけども、将来的にはスマホ版のリリースも予定されているということのようです。はい、こちらがトラブルパンクの公式ホームページになっておりまして、やっぱりね、こういう感じでこうぬるぬる動いた感じで、すごい操作性もね、優しそうなゲームになっておりまして、でこうなんかね、やっぱりこう周りの一個一個もやっぱ綺麗に作られてますよね。こういうね、車とかね、こういうフェンスとかもすごい綺麗に作られています。で、こちらのゲームは無料プレイもできますよということで書いてますね。なので、フリートゥープレイにも対応しているということになります。あとね、こちらのゲームにはTROB トークンと、これはトラブルトークン、トラブルパンクトークンとかいうのかな、まあね、こういうものがありまして、おそらくゲーム内報酬で、こういうものを獲得できると、こういうことになってくるんだと思います。はい、で、こちらが、これ、ヨルドっていうのかな、ちょっとすみません、読み方が、ちょっといまいちすみません、わかりませんけども、こちらはね、ブロックチェーンゲームのプラットフォームとなっておりまして、こちらをね、登録することによって、トラブルパンクのアーリーアクセスの参加資格が与えられるということみたいです。でね、こちらからプレイしていくという感じになるようですね。で、これでゲームランチャーをダウンロードということで、プレイできるんだと思います。ただね、今撮影している時間が朝の今4時ぐらいですので、ちょっとね、今はプレイできずに申し訳ないんですけども、ちょっとね、私ね、この19時から22時っていう間が、まあね、ちょっと家庭の事情もありまして、この時間ちょっとどうしてもプレイできないんですよね。このね、19時から22時ってね、結構私の家庭ではね、一番忙しい時間でして、この時間にね、一人で部屋にこもってゲームをしてたらおそらく殺される。なので、もしね、お時間に余裕のある方いらっしゃいましたら、ぜひプレイしてみてください。はい、ということで、最大8人のプレイヤー同士で対戦するバトルロワイヤルゲーム、トラブルパンクをね、ご紹介してきましたけれども、まあ、ゲームもね、非常にこう綺麗に作られていまして、操作性もね、良さそうで、スプラトゥーンや忍者のようなね、世界観になってて、でさらにキャラクターのね、なんかレベルなんかもありそうで、やり込み要素もね、ありそうなゲームになっておりますので、で将来的にはスマホにも対応するということで、非常に期待できるゲームとなっておりますので、今のうちにね、チェックしてみていかがでしょうか。でね、この動画の概要欄の方に、公式ホームページと、あとはね、アーリーアクセスをするためのヨルドのホームページのね、リンクも貼っておきますので、ぜひね、そちらから登録をして、アーリーアクセスしてプレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。